100倍可愛いのでちょっと本当に全然伝わらない色味してます。あ、でもこんな感じ、なんかね、薄いミルクティーみたいな感じの色なんですけど、ちょっと配信で見るとただの茶色に見えちゃう泣いた。はい、明るくななんか薄い感じの色にしました。透け感ある感じ、夏だし。でも生で見た方が絶対に可愛いので、あの劇場で会いましょう今度すぐ あるじゃない、禁止条例もあるし、あの逆上がりもあるし、そして私は3日後生誕祭ですし、マジで生で見た方が120倍可愛い。今は色落ちしたら分かりません今日は今もうちょっと禁止条例、明日メンバーで初めてこう合わせあるので確認してたんですけど、意外となんか忘れてました。びっくりしちゃったびっくりしちゃったよ。でも配信ずっとしてなくて、ちょっとなんか咳喘息みたいな感じになってたので、あんまりずっとこう喋り続けるのがしんどかったから配信できてなかったんですけど、ちょっと久しぶりに息抜きです。ずっと映像見てるとさ、まあ、これもずっと画面見てるんだけど、あのね、最近はもう禁止条例と逆上がりとに追われているので、ちょっとした息抜きしてます今禁止条例はだったけど逆上がり恋初日はダメだった。あら、なんか私のファンの方は禁止条例外れたって方が多いような印象です。どうでしたか皆さん。まあ生誕が、あの生誕祭を一番にこう応募していただいて、そっち当たってる方も多分多いからかもしれませんが、でも初日がすごい近いので、もう逆上がり初日が初めての演目だし、ちょっとドキドキですね。ドキドキです。うん、ぜひ DMM で来てください。なんか生誕祭外れたけどロビー行くねって方とかもいらっしゃったので、ぜひ配信やロビーで見ててください。そうですね、今なんかロビーに七夕短冊が出てるらしいので、はい、今日これ買いました、新しいリップ。ねえ、ネイル変えたの可愛くない？リップも見せつつネイルも見せます。
かわいい。これロマンドのなんかリップで38番、サエナのだから買ったわけじゃないんですけど、色味が可愛くて買ったんですけど、たまたま。可愛いでしょ。ほらこれも全然色が伝わらないんですね、画面だと。これも生で見た方が可愛いです。うん、そう、たまたま38番。お揃いにして、どっち、リップネイル、どっちもお揃いにして。なんか私あんまりツヤのリップを公演の時とかつけないんですよ、髪の毛がくっついちゃうから。ターンしたりした時髪の毛くっついちゃったりするから、あんまりつけないんですけど、買いました。やっぱうるうるしてるのが可愛いよね。いや、マットも好きなんですよね、マットリップも。なので買いました。わーお、石さんありがとうございます。なんと七夕仕様なの今。ありがとね。私の生誕祭は七夕にあります。覚えやすいね。なんか朝への、え、本当にマジで本当に、だからなんだって話しますね今から。私の誕生日が6月20日で、で生誕祭が7月7日なんですけど、なんかテレビつけててさ、ニュースになんかぼーっと見てたらさ、その2つの日付がドーンって出てて、え、何って思ったら、なんか東京都知事選挙のなんかでした。全く同じ日に、あの7月7日に開票なのかな、覚え、私は覚えました。なので7月7日に開票されるんだなって見ました、それを。っていうだけの話です。ひじりの誕生日祝い、そう、なんか学校が忙しいって聞いてたので、まあ学校落ち着いたらお祝いしようねって言ってたんですけど、なんかひじりのあのインスタのストーリーを私が見た時に、なんか配信でお祝いしてくださいみたいなことを書いてたから、あ、お家で配信しながら迎えるんやって思って、でそれで愛理ちゃんとみーちゃんをに LINE して、ひじりの誕生日あのぴったりの時行こうよって言って言って、で愛理ちゃんは行こう行こうみたいになったんですけど、みーちゃんはあのもう帰っちゃってて、その頃で、みーちゃんに今どこって言ったら家って言ってて、で待ってるねって言ったんですけど、ちょっとみーちゃんこれ凍られずだったので、あゆりちゃんと二人で行きました。髪色見に来た、だからね、聞いて、配信だとね全然ね良さが伝わらないんですけど、なんかほらこんな感じなのよ、ちょっと透け感ある感じ、可愛くない？こうやってしないと見えないっていう話でも、本当に生で見たら可愛いから見に来て。ミルクティーベージュみたいな感じかな。可愛い。
その後みーちゃんとあいりちゃんが斉藤ひじりの誕生日をお祝いしてくれました。あのご飯行って4人でお祝いしてもらって、久しぶりにお酒を飲みました。その時あのちょっと咳も出てたのでずっと飲んでなかったし、そうなんだけど、ひじりが20歳ということで4人で乾杯しました。楽しかったです。そう、ななかと渋井ちゃんはね、別枠っていうか、何、ななかから、ななかとはなんかよくこうご飯誘ってくれたりするから行くんですけど、その時もさえちゃんいつご飯行けますかっていうのを LINE 来てて、で私がリハとか結構入ってたから、この日なら行けるかもみたいな話をしてて、で2人で普通にご飯だと思ってたら、あのお店にね着いた時に、あ、ななかって言って席のとこ行ったら、なんか後ろからいらっしゃいませみたいな、すごい聞いたことある声して、あれあれって思ったので、会釈しようとパッて見たら渋井でした渋井がいたんですね。そこにニッコニコの渋井が立ってまして、で、あのななかちゃんと渋井ちゃんが2人で計画してくれてたらしくてお祝いしてくれました。なんかあのどうやって登場するかをもうすごいいろんなパターン考えてたらしいんですよ。そうで最終的に店員さんに扮するっていうのに決めたって言ってました面白いよね、二人が、あの何、お店の方にこうケーキを頼んでくれてたらしくて、しかもお店の方がこちらですってなんか持って来られて、二人からのプレゼントをなぜかお店の方が持ってくるっていう嬉しかったですそう、ちょうど早い時間に集合してたから、まだお客さんが私たちだけだったの、その時だから、だから渋井も多分店員さんに扮することができたと思います。普通に他のお客様がいたらねえ何やってんのってなるから。面白かった。でなんか渋井ちゃんってサプライズをすぐバラしちゃう癖があってなんか私とななかを見ると、なんか今度ご飯楽しみですねってもうすごい言いそうになってたんだって。公演だったりこう劇場で事務所で会ったりした時とか、明後日ですねとか言いそうになったって言ってました。でも無事ちゃんと言わずにでもね、さえね、本当にこれはあのちょっと渋い来るってちょっと思ったんですよ。本当になんかななかと2人
ていうことに、そのいつも怪しさないんだけど、その時だけこう行きの車に乗ってる時に、やっぱ渋いそうだなってふと思ったんですよ。っていうのもなんか渋いちゃん毎日 LINE してくるのに、その日の2日前ぐらいから急に LINE が来なくなったので、そういえば渋いから LINE 来てないなって思ってあれ、なんでこんな急にパタリと LINE が来なくなるの、まあ、なんか隠そうとしてるかなとか思ったらいました。すごくない？もう分かっちゃったよわかりやすいよね。あの先日ももちやまラジオ局のラジオ、私とレイヤちんがラジオでお誕生日をお会いしてもらったんですけど、その時に渋井ちゃんからねサプライズメッセージをいただいたんですよ。お誕生日おめでとうございますの。その時はあの急にラジオの前日に、さやちゃんラジオいつですかって急に LINE 来たから、うわ怪しいって思ってなんかあるって思ったらサプライズだったしっていうことがありました。わかりやすい人です。そういう渋井さんと真中ちゃんにも祝わせてもらっちゃって、プリクラ撮りました。プリクラまた渋井が撮りたいって言うから、あの何漏れないさ韓国プリクラ、もうそのままの画質、あの顔で映るやつあるじゃない、またあれを撮りました面白かったでしょプリクラも。あの普通に撮れないんですよね、もう病気、もうなんかふざけちゃうってやつ今回は6枚プリクラ6枚1500円でした。なんか渋井ちゃんの中の決まりで、一つは保管用ファンの人みたい、一つは保管用、一つは自分の事務所のロッカーに貼る用で、一人2枚は欲しいから少なくとも6枚って言ってたので、6枚。前回何枚だったっけ？10枚ぐらいあったような気もする。私まだ貼ってないか怒られました昨日。貼ってないっていうか、あの持っていくの忘れちゃう。ちゃんとあります、ちゃんとあります。やばいやばい、いろんなものに締め切り追われてる感じ今。実際そうなんだけど、やばい。やばいと言って配信をしていますやばいとか言ってやばくないもん。けんちゃなんですよね。そういえばさ、下これ新しい新しいパックが出たんですけど、ありがとうございます。早速送ってくださった皆さん、
発表します。さえちゃんのスーパーレア0枚です。なんでこんなにもさ自分出ないんだろうな、ちょっとわかんないな。またタワーだ、ありがとう嵐さん、嵐台湾さんありがとうございます。七夕タワーありがとうね。誕生日以来ですか配信、私誕生日配信以来かな。ずっとしたかったんですよね配信。いつもより饒舌。あ、送ってくれてる、ありがとう。そうだよ、七夕の日に生誕祭なの。開けてみます。前髪は全然今日暑すぎてめっちゃ汗はかい顔にかかないからあれなんだけど、もうボッサボサでさ、頭髪の毛ボッサボサじゃん。 MO おばさん、高いおじさんありがとうございます。開けました。なんか初めて見るの多いね。なちちゃんのスーパーレア出ました、1個。あと藤子こゆうなちゃん、もかちゃん、いぶき2枚。ほらね、私絶対自分が出ないのよ毎回、もうそういうもの。なんでなんだろう。うわありがとうみんな、次こそ出ると思う。だから見たことないんだよね自分のそのスーパーレア新しいやつ。漏れてました。ねえ、発表します。まず柚子胡椒さんありがとうございます、3パック。アローンさんも3パックありがとうございます。ひじりのスーパーレア、なつちゃんのスーパーレア、イブのスーパーレアが出ました。レイヤちん、ゆうなちゃん、リノ、モカちゃん、あ、ゆかの子だ、エウラちゃんとリノのノーマルと、クレちゃんね、一番ちっちゃい子、クレちゃん、ゆえる、みーちゃん、もう一個ゆえる、私のノーマル出ました。ひじり、あみゆちゃん、いぶき、はい、あ、シリが反応した、まもないよ。なんででしょう。私のスーパーレア出た人います？新しいパック、あれだよね、ギャルの私だよね。出た？渋谷で生写真買ったけど3期誰も出ない。ああそうだよね、そんなもん。そんなもんですか。ケンタさんありがとう、開けるね、ドン。
と音楽がかかるの音楽かからなかった。じゃん。え、どういうことこれ。あー、そういうことか。え、どういうことこれ。あれ、固まっちゃった。ちょっと待ってね。固まり、ブースティー重めブースティー重め。ゆいなちゃんのスーパーレア。え、重い重い、悲しい。自分もちょっくら買ってくる。買ってみてね。見れない。なんでこれ、どうした、どうしたの。でもゆいなちゃんのスーパーレアが出ました。なんかそれしか表示されないんだけど、どういうことよ。あ、分かった分かった。トゥ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 。ちょっかまー、ゆいなちゃんどっちもブルーベリーパイってこと。あ、豊永先生全然出てないかも今回。健太さん、ナナか渋いのノーマルとお誕生日ありがとうございますと、ゆいなちゃんのスーパーでありがとうございますゆいなはあのサマステも出るんで、今ね絶賛ちょっとみんなで打ち合わせ中なんですけど、瀬戸りをまたちょっと今回はみんなにも一個ちょっと覚えて、先にこれは先に告知するので、お知らせする曲がちょっと一個あって、みんなにも把握しておいていただきたいみたいな曲が一個あるので、またお知らせします。楽しみすぎ。オッチありがとう。じゃん。え、重たくない。来た。松本もかちゃんのスーパーレアとゆえるとひじりです。ありがとう。喜んでいただけて私も嬉しいですえ、しりに何か喜んでいただけて私も嬉しいですって言われた。何もしてないよね、あなた。みんなの力だよね、これ。あれ？なんで？さあ言った？そういう
そういう言葉言ってなくない？びっくりなんだけど。いや違うのよね。まあ、ゆいのも覚えるの大変ですけど、まあ、みんなそのこう なんていうの、みんな多分、まあ、特に先輩になるにつれてやった曲が多いからこそ、少し何、あこれこうだったなとかニュアンス覚えたりするけど、基本みんなポジション覚えたり曲覚えたりするの大変だと思うから、ロッキーちゃんは特にね、やったことない曲だらけな場合もありますしね。途中でブルーベリーパイ食べ始めた時、いやコンサートでブルーベリーパイを育のゆいな、はんちゃん、育のゆいな、はんちゃん、ココッペ、やすいちゃんだったっけ、なんか5人やってて、あーもう一個メール送ろうとしてたんだった、あー書いてる途中だった、ショールームしてるよって書いてる途中だった、送れなかった、また明日送りますね。この写真はそうね、そのメンバーがブルーベリーパイやってる時に、なぜか私とみーちゃんが折り面だから登場するっていう演出があって、結構カオスだったんですよ。しかもなんか結構セリフをね言ってみたいな感じだったんですけど、なんていうの、演出家さんからの希望としては事故らせてって言われて、みたいな、事故ってくれたらいいからみたいな、カオスになればそれでいいからよろしくみたいな感じで結構渡されて、こっちでみーちゃんとどうするみたいななったんですよ。でなんか演出家さんから、まあ、とりあえずブルーベリーパイを5人に食べさせとくから、その間ちょっと2人でなんか喋って、なんかもうすごいやばい空気にしちゃってみたいな感じで渡されたから、もうどうしよう2人で、でもさ正直事故りたくはないよねでもしてってなってるしどうしようってなって、でまあ私たちが結構悩んでたら、まあ、演出家さんが一緒にこれ言ってみたいな感じでセリフを決めてくれたからそれ言ったんですけど、いや今でも言えます、あれ何の時間っていういや私はまだこう何、衣装もさ普通にその前の曲の衣装だったしまだいいけど、みーちゃんはすごかったよ、早替えだしわざわざコックさんの格好してその後もう次の曲で出るみたいな感じだったので、ねステージ裏って結構早替え場着替え場ってメンバー決まってるんですけど、もうみーちゃんだけ その曲だけの専用の着替え場がもう一個あって、もう間に合わないからもう一番誰よりもステージに近いところでみーちゃん専用の場所がもうあって、そこでみーちゃん着替えるみたいな、もうそんぐらい大慌てな謎の時間でした。あれ何だったんでしょうか、てか私たちにあれ何だったのって聞かれても私たちも分からん
ていうこと皆さん把握してくしておいてほしいなっていうか、私たちがやりたくてやったんじゃないよっていう、あの折り面だからどうしても出たいとか、ちょっとぐらい曲に関わらせてほしいってこう頼み込んだわけじゃないです。いや楽しかったけどね、結局なんか面白かったし、もうみーちゃんがなんかみーちゃんがブルーベリーパイ運んでる姿がもうただただ私は面白くてニコニコしましたっていうね。でも私とみーちゃんはまあいやなら歌うよって感じなんですけど、はい違ったみたいです。はい、だからああなりました。以上と言っていたらみんなからまた届いてた、ありがとう。ちゃんゆう、ゆずこしょうさん、アローンさん、ありがとうございます。開封します。固まった、もうまた固まっちゃってるよ。出た、発表します。吉田芽衣ちゃん、豊永あきちゃん、渋井美奈2つ、イブ・レイヤチンのノーマル、藤子くお、松本もかちゃんのスーパーレア、クレちゃん、芽衣ちゃん、荒牧先生、イブのノーマル。はい、今のとこ成長いないです。青木ひなこちゃん、リノ・ユエルのノーマル、ありがとうございます。ということで私はいません。ねえどうした、やっぱこうなるんだ。さえちゃんスーパーレアなんかねないんだけど、おかしくない？でもありがとうみんな、なんだかもう申し訳なくなってきた。え、今カード数321枚、321だね、すごいじゃん。なんでなんだろうね、私もギャルのカードちょっと1枚欲しいんだけどさ。シューマニアさんから届いた、ありがとう。すっごい固まるねこれ、どうしちゃった。タッタッタラタタが聞きたいのに。じゃん、ひじり、吉田めいちゃん、石川あみゆちゃんのノーマルカード、ありがとうございます。ギャル求むありがとういやーなかなか当たりませんね、仕方ない。なんかみんなのみんなが最近錬金練習しますとか坂で練習してますってみんな書いてるのを見ると、同じみんな同じことに向かって頑張ってるなって思って、なんか頑張んなきゃって。いや話してたんですよ、言えるとゆえるとも愛理ちゃんとも話してて、逆上がりのリハの前に話してた時に、いやアイヤ組がすごい多分大変じゃん、アイヤのアイヤライブのもう次の日に逆上がり投資だったから、だからいやちょっとアイヤ組頑張ってるから頑張んないとねみたいなことを話してて、みんなそうやってこうお互いね頑張ろうって言い合って
やってるし、あのみーちゃんとかとずっと LINE してて、はいお疲れっていうのから、坂上がりの話どうみたいな、今から頑張るとかそういうのを聞いてたから、みんな頑張ってるなって思って、いや私も頑張ったんですけど、みんな頑張ってるから、これはもうね、無事成功させないとと思いました、すべてにおいてね。さあちゃんはあやにさらに、え、そうだよ、そういう子いっぱいいるから。いや私的にひじりがもう、さえも昨日 LINE しちゃったんですけど、ひじり大丈夫って、なんか本当に本当に大変だと思う。ひじり学校行ってるからさ、なかなかこうリハに参加できなくて、それで逆上がりもあって、振り入れにも入れなかったってことは自分で覚えなきゃじゃん、それも大変な上に禁止条例初めて出るから、それも自分で入れるってなると思う、本当にすごい。でもひじりがすごすぎて心配、でも寝てほしい。ちゃんと寝てくださいね。そう、でもひじりの何が偉いって、あの自分から禁止条例出たいって言って、でしかもなんか「さやちゃん禁止条例のメンバーってもう決まりました」って言われて、「私知らんよ」って言ったら、ひじり出たいんですけどもなんかって言ってたから、え、じゃあ一緒に言うって言って、なんか自分から志願してたし、他のメンバーはさ結構さ振り入れとかさいる、いてできてるから、まだまだ振り入れに参加できてるっていうのはちょっと結構大きいじゃない、一回は教えてもらってるから。でも一回もさ振り入れを経験せず自分で覚えるって一番大変だと思う。だからひじりが本当に私はだ、うん、あの脳みそなんかあんなって思っちゃう。うん、すごい。そう、しかも大変そうなところを見せないから私が勝手に言ってます。いや、あの大変だって思ってほしいわけじゃないと思うし、別にそういう私もそういうつもりはないんですけど、ただ私はさえはさえのファンの方に伝えたい、え、すごいよねっていう共感。本当に偉い、本当にすごい。わ、イサムちゃんありがとう。え、これ七夕ギフト、ありがとう。すごい、ひじりの話しててひじりに届けられた、届けたいぐらいのやつだったね今。ありがとうね。先端落ちたんだっけ、先端外れたって言ってたっけ。いい話、いや全然ありがとう、嬉しい。ねえ、きつい、きつい時さ、あーもうやだきつい、もう無理とか言いたくなるけどさね、そ
それを見せないからね、ひじりも。やばいって言ってるけど。この前もご飯行った時も、もう久々の多分息抜きだったから、やばいとか言ってたけど、その人に心配をかけない感じの。みんな偉い。みんなさ、いやさ、思ったんだけど、こんな暑い中みんなあの朝起きて、起きてなんか外出たりとかしてるだけで偉い。びっくりしちゃう。私本当にびっくりしちゃって、今日暑くて、なんかこれで、あの屋外で仕事されてる方とか、こうクーラーの効かない場所で仕事されてる方とか、すごいなって思って、もみんな偉いよね、ほんとすごいと思う、ほんとに。自分でよしよしして、本当に偉い皆さん。なんかもう今日あの何、一瞬外出ただけでもう無理だった。顔赤くなるし、私暑いとゆでだこみたいな顔してた。びっくり。溶けちゃうよね。溶けちゃうよね。さえちゃん大変なのにそれ見せないことない。みんなに見せてよね。ああもう疲れたとか言ってない私。でもヘラヘラしちゃうのかな、なんか。なんか深刻に本当にもうしんどくてってなることはあんまりないから、心配かけちゃうっていうか、そういうのはあんまり得意じゃないから。でもヘラヘラしながらみんなに言ってるよ多分。もう覚えること多すぎて無理とか言ってるよね。それを聞いてくれるみんながいてよかった。いつもいい意味でどうにかなりそうな雰囲気で、そう、てかあのすごいちっちゃい頃からもう大丈夫、どうにかなるよみたいな感じで言われてきてたから、ママとかにも大丈夫大丈夫、そんなのどうにでもなるよとか、どうにかなるよみたいな感じで言われてたから、そういう思考になってるかも。そう考えようと思って。だってね、結局どうにかなりますよね。どうにもならないこともありますけど、ああどうにもならなかったなって感じですよね。どうに、あーあーもうダメだったで終わり。仕方ないんだもん、だってでも、なんだろう、みんなそうじゃん、自分だけじゃないじゃん。最悪って思うこととか、はぁってなることも、でもみんなも経験してるよねっていう。じゃあみんな仲間っていうことです。
みんな日々そういうことがあるだろうしね。てかなんかやるべきことがいっぱいある方が私はなんか楽しいから、逆になんか何もないと多分もうチーンってなっちゃうからいろ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 やることある方が追われてるぐらいがいいのかもしれない。その方が楽しくない？なんかネガティブなこと考える暇もないみたいな方がいいのかも。ただ暑いの、もう本当にもう無理、暑い、もう本当に暑い、ね、暑くない？もう暑いの嫌いなのよ、暑い、もうね暑いのね、暑いよねもう暑いよね、みんなやば。本当に暑い。いかに外に出ないかっていう。外を歩かないかっていうことに私は今年命をかけようと思ってます。さえちゃん、今暑いから長く使わないフィルムは冷蔵庫に入れてた方がいいよ。入れました。え、すごくない？入れました。え、なんかそれ聞いたことあるなって思って、一応フィルムを冷蔵庫に入れたので、私の冷蔵庫の中身がまた一つ増えました。そうなんです。職場が暑すぎる、え、それはさ言って、絶対に言った方がいいと思う。入れました。ねえ、日傘って日傘って外側が白で中が黒がいいんですか？いいのかな。私外も中も黒い日傘を使ってるんですけど、暑いんですよそれは普通ですか？なんか外が白がいい、反射するじゃん白が、黒は吸収するって言いますよね。ってことは外側が白の方がいいのかなとか思って、そうだよね、やっぱり。ありがとう、ありがとう。やっぱそうなんだ。じゃあなんで売ってんだろう黒い日傘。でもまあ日をね避けるっていう意味ではすごい活用してますけど、白買った方がいいんだね。事務所っていうかレッスン場も事務所もだけど、もう事務所は凍えるほど寒いです、いつも。なんか年中冷房って感じなので、もうご心配なくってぐらい寒い。もうなんなら半袖で入れないので、いつも絶対長袖を持っていくか、なんかパーカー借りるかしてます。もう
超寒い。いやでもしょうがないの、それは衣装があるので、もうずっと涼しい環境にしておかなきゃいけないからこそ仕方ないんですけど、寒い、もうびっくりしちゃうよ。だから私、そう、あの半袖、多分この前メールで送ったかな、写真、半袖のミニ丈のね、あの T シャツとか着るんですけど、絶対パーカー持ってます、寒いんだもんだって、もうびっくり。でも劇場はやっぱ私たち踊ってるから暑いんですよ。だからちょうどいいの、あの公演中はね。でも普段が寒すぎてびっくりなのよ。そう、愛理ちゃんのチャット野球観戦のツーショット、え、そうなの、誘われて、あの最初あの断ったらいや私あのいろいろちょっと予定がね詰まってるんで、ちょっと一回断っちゃって、他の人と行ったらとか軽くちょっと言っちゃったら、なんでって言われたんで行きましたはい、でも負けました、ホークス負けちゃいました。あんまりこう普段からたくさん行ってるわけではないので、あの勝ってる試合を見ることが多かったんですけど、負けちゃいました。でもあの応援、ホークスの選手の応援をなんか見よう見まねでやるのが楽しかったです面白かった。やっぱ劇場が近いので、なんか今日みたいにこう朝美容室行って、で練習行っての試合見に行くとかも行きやすいし、なんかいいですね。隣っていうのがすごいなって改めて感じます。劇場から近いし事務所近いしみたいな(笑)いいよね。でも公演の日に野球とかぶるとすっごい帰るの大変だと思います。皆さん気をつけてください。あさって、あさってホークスの観戦、あさって6日、そうなのってことは、あさって試合なんだ。あさって私2回公演だ。そう、タクシーももう呼んでないと、てか呼ぶ場所もあそこはね難しいよね確かに。パジャドラ行くよ、ありがとう。パジャドラはあの初めて ある方とのテモでも、あ、言っちゃったいや、まあ、いつもテモでもなんで、私は言っちゃったよ、間違えたでももうペアは言ってないんでいつもそうなんで、
別に他のユニットをすることはないです。誰かは言いません。でも あの一緒にやりたいって言ってくれたのかわかんないんですけど、はいって感じ。もう11時過ぎてました。さあ練習します。あります。ありがとうね。みんな。じゃあランキング読みますね。最後に13位あの時助けていただいた鶴弟子さん、12位バラ86さん、11位ゆずこしょうさん、10位マットさん、9位高ようじさん、8位ブビンさん、7位ケンタさん、6位アローンさん、5位竹ボスさん、4位佐藤敏夫さん、3位イサムちゃん、2位石さん、1位アラシさん、ありがとうございました。みんなももう寝るのかな。ありがとう。今日も全然メイクをせずやってしまいましたが申し訳ない。なんか肌ツヤって感じ。でも私ここになんかニキビみたいなのできちゃって最悪。ニキビじゃないかも、なんか赤くなっちゃった。じゃあそうだね、生誕で会う人、パジャドラで会う人、いろいろあると思います。またお会いしましょう。キャプチャー、あ、スクショ。じゃあネイル見せる。せーの、かわいい。ありがとうございます。じゃあね、みんな頑張るね。応援してください。バイバーイ。